はい、じゃあお願いします。カニテセグ交流会はじめまして。あ、ちょうめでしみだ。交流会楽しいね。私は楽しいね。ちょうめでしみだ。ね、喜んでます。あ、ドンヨムさん。はい、ドンヨムさん。あ、マナさん。マナさん、パンガスみたいなのを足し。足し、リバイブ。日本語の。何てこと言うの。マナさん、パンガスみたいな。イルゴムセン。お会いできて嬉しいです。あ、お会いでき。お会いして嬉しいです。お会いして教えてあげてください。嬉しいです。嬉しいです。マンナさん、パンガプスミーダ。これがバイト。あ、チャルブタンガプスミーダ。よろしくお願いします。向こうで、ね、楽しくお話をしてますからこっちに引っ越してきて、お店の様子テグの先生でなきゅうど先生に여기는톤테그여기에서 어떻게 가면 돼요? 여기서 동대구역은 택시타고 가야 돼요. 택시로 몇 분? 택시도 10분? 아, 10분. 네, 가까워요. 아, 너무 가까워요. 톤테그 駅から택시で10분ぐらいのところにある。なんかすごいのどのどかっていうか結構いい。いい地域。ハイソサエティ。ハイソサエティ。ハイソサエティ。な地域。ちょっとリッチな感じ。マダムとかがたくさん、うんうんうん、お金持ちな、うん、車とかも高級車っぽい感じ。この辺はお家は高いですね。何お家家か家業家業家業家お前うん一坪はい一坪に千万ウォン百万円一坪百万円の地域です。高いねで、うん、で、うん、これが수성구와소수성구대쇼하이하이하이수성구응근데아그시때진타이응진타이진타이진타이뭐다까이야보상금이이리면서네한국어네보상금이이그라그라이그녹카페ここだったらちなみにちなみに話せないね話せないぐらい高いあそんなことじゃない韓国は保証金もありますしあのこの買うときに権利費があります。あ、プレミアム。権利も。プレミアム。うん、これが施設費、うん。施設を含めて。で、日本はそれがないでしょ。日本は今少なくなってるけど、うん、そうね。あの家賃が高くなって、うん、初めの保証金はだんだん少なくなる。うん、そんな家賃で、こっちはね銀行でのなんか利回りが利回りが低くなりますので、ほとんどないでしょ。で、昔は。あの保証金でこの持ち主があの利回りでなんかこうんですけど昔は金利が高かったでしょう。今はあまりよくないですよ、ね。2.5% ぐらい利回りが 2.5% でも日本よりも高い、うん、日本よりは、ね、でそれがどんどんこうあまお金になれないので、うん、保証金は低めにしてでウォルセが高いんでしょう。ウォルセ、ね、ウォルセが高いんですよね。なんか賃貸料をなんか高くなります。うんうんで、する人は、うん、経営する人は保証金は高いのがいいでしょ、うんうん、買える時にそれが戻ってくるもんね。戻ってきますので、 でもお店するのは本当お金を持ってないとじゃできないですよ。だからカフェは、うん、あもうカフェの持ちなんか経営するためには日本も同じですし、うん、高い、うんうん、高いですよね。誰もできなんか少しなんかロマンですけど、うん、今は日本はねそれ系列店っていうかな、フランチャイズばっかり、はい、チェーン店みたいな。でお金がある人が、うん、あのお金のある人があの銀行でもお金になれないので、うん、お金だから投資インベストだけで全部なんかシステムでするんでしょう。で私はフランチャイズするになればもっとお金が必要になる。